はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回はね、こちらをご紹介したいと思います。ドン。はい、こちらですね、キングダムハーツ20周年記念メタリックプラカードということでね、はい、こちらウエハースです。はい、キングダムハーツのウエハースカード、はい、こちらがね発売されました。しかもね、これね、あれなんですよ、普通の一般店では売ってないんですよね。はい、こちらなんとセブンイレブン限定ということでね、はい、セブンイレブンじゃないと買えません。なのでね、これを見てね、あの普通の別のコンビニ行っても置いてないんですよね。かといってセブンイレブン行ってもあるかどうかわからない。うん、もうすでにねない場合もあったり、まあ店舗によってはね取り扱いがなかったりする場合もあるんでね。はい、で今回はこちらをね開封していきたいと思います。こちらはね、はい、ここにセブンイレブンのね、シール貼られてますね。でこちらが全30種っていうことでね、なんと30種類もあるんですよ。キャラクターカードが20種、スペシャルアートカードが10種。はい、まあ、要はキービジュアルですね、スペシャルアートは。はい、でキャラカードと、はい、そういう構成ですね。でウエハースの絵柄はこの2種類と、はい、どっちもいい絵柄だよね。でこちらね、一応ちょっとセブンイレブン行った時にあのこれ購入したんですけれども、一応数数えたんですよね。はい、そしたら一応1枚も抜かれてない状態だったんですよ。はい、20個なんですよ。はい、ワンボックス20個入りなんで、どちらしろ30種なんで揃わないんですよ。はい、この時点でね、ワンボックスで揃わないっていう鬼畜仕様が出来上がってますね。しかもセブンイレブンじゃないと買えないっていう、もうねちょっと別の店舗行きましたよ。はい、別の店舗行ってねまた見つけました。はい、ちゃんと、はい、でもねこちらはね1個抜かれてたんですよ。はい、なので19枚、なので合計39個開封してコンプできるかどうかっていうのをね、今回は開封していきたいと思います。はい、まあその前にね、実はちょっとね小腹が空いちゃってね、ちょっとウエハース今回ココアクリーム味なんですよね。はい、なのでちょっとどんなもんかっていうのをちょっと味わいたくてね、1個めくっちゃいました。はい、その時に出たのがこちらです。じゃん。はい、13期間のね、いいですね。うん、で裏はね、はい、13期間のメンバー全員載ってます。はい、といったこういう感じのカードが入ってます。はい、ではとりあえずね、最初のワンボックス20個開けていきましょう。はい、では1枚目、せーの、ポン。はい、ミッキーが出ました。はい、キングミッキー、王様ですね。はい、これはナンバー6。はい、いいねミッキー。はい、はい、では2枚目いきます。せーの、あ、アクアですね。はい、アクア、はい、3枚目いきます。せーの、あ、アクセル、アクセルはねキャラとしても好きですね。はい、4枚目、せーの、
ダブった。ダブってもうた。5枚目。せーの。あ、これは木。あ、これかっこいい。リク。すげえ、かっけえこれ。リクの多分スペシャルアートカードだよね。うわ、あれ、裏。うわ、裏。あ、すごいね。なんか絵柄がすげえおしゃれ。あ、ナンバー30。これがラストカード。ラストナンバーですね。はい。リクのスペシャルアートカード。あ、すげえいいこれ。しかもこれ金の白押しになってるんだ。当たりだよこれ。6枚目。せーの。あ、はい、空。主人公空。はい。もちろんナンバー1番。はい。7枚目。せーの。13機関の3人。17番。はい。8枚目。せーの、うん、あ、グーフィーですね。はい、グーフィー。ナンバー7番、グーフィー。はい、9枚目。せーの。あ、カイリー。かわいいぜカイリー。ナンバー5番、カイリー。はい、10枚目。せーの。あ、テラ。折り返しですね。はい、11枚目。せーの。あ、ドナルド。はい、ドナルド。はい、12枚目。せーの。お、キービジュアル来ましたね。お、キービジュアルはあれかな、なんか白押しが入ってる。レア枠なんですかね、うん、この白押しが入ってるのは多分レア枠。キービジュアルです、うん、そうだね。裏が、この裏のパターンはそうですよね、多分ね。はい、13枚目。せーの。あ、ロクサス。はい、ロクサス。14枚目。せーの。あ、アイシオンですね。はい、はい、15枚目。せーの。あ、これまた13機関。はい、16枚目。せーの。あ、これまた空だけどバージョン違い。あ、でも白が入ってるな。白、黄色の部分が白になってるな。3番。17枚目。せーの。あ、リク。はい、リク。
18枚目せーの、あ、来ましたね。キービジュアルスペシャルアートカード、いいですね、このイラスト、いいな。はい、では19枚目せーの、あ、ベンタスだ、ベンタス、ロクサスかと思いきやベンタス、結構間違える人多いよね、ベンタス。はい、ワンボックスラスト1枚せーの、あ、13期間、はい、13期間、はい、ということでね、一応ワンボックス開けましたけど、ダブリはないですね。はい、あの最初のね13期間のカード、あー、最初の通貨ね、13期間カード出たと思うんですが、これね、これね、最初に紹介したのとダブってると思いますけど、こっちはね19公式入ってないボックスの方から開けたんですよ。はい、で今回20個の方で開けたので、実質ダブリなしです。はい、まあダブリなしで入れられてるのか、たまたまダブリがなくいけたのかわからないんですけれども、はい、なのであと10周あと10周でコンプなんですけれども、どうでしょうかね。では続きの残りのボックス開けていきましょう。はい、では2ボックス目の1枚目せーの、あー、ダブった。はい、2枚目せーの、アクアダブった。はい、3枚目せーの、うわー、マジか、あー、スペシャルアートカードの方ダブっちゃった。はい、4枚目せーの、あー、ダブった。ここはい、5個目せーの、あー、13期間。はい、6個目せーの、あー、持ってる。7個目せーの、持ってる。せーの、あー、持ってる。で、はい、8個目せーの、あー、持ってる。持ってるかと思ったら、この3人は出てなかったね。あ、これは持ってなかった。はい、持ってない。13期間いきます。せーの、あ、持っている。はい、せーの、あ、持ってる。はい、せーの、あ、持ってる。はい、せーの、持ってる。はい、せーの、持ってる。はい、せーの、持ってるよ。なんだ、スペシャルアートカード全部かぶってんじゃん。はい、せーの、持ってる。はい、せーの、持ってる。はい、もうお気づきの方はいるかと思いますが、もうすでにねコンプリート無理です今んとこね38個開封して21種類しか揃ってませんあと9種類もあんのに、全然全部ほとんどかぶりだね。いや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 、マジかよ。せめてこれだけ持ってないスペシャルアートカード出てくれ。いきます、せーの、ということでね、いや、これマジでむずいぞ。いや、ただでさえね、セブンイレブンにしか置いてない上に、こうもダブリがあるとね、いや、これは厳しいよ、ほんと。いや、どうすっぺかな。まあね、またセブンイレブンにあったら買ってみたいと思います。はい。まあ、皆さんもね、ぜひ、セブンイレブン寄ったらね、売り場見てみてください。で、あればね、1、2個買ってね、まあ好きなカードがあればね、
それが出れば一番いいんじゃないでしょうか。自分みたいにねコンプリート中毒だとね、もう本当にお金がいくらあっても足りないんでね、はい、皆さんも買いすぎにはご注意ください。ということでね、今回はこれにて終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。